こんにちは、着付け講師の素直です。恒例企画となりましたみんなの着物お悩み相談室、ちょっと噛んじゃった。今回のテーマはコーディネートです。あらかじめ着物サークル素直の着物会のメンバーの皆さんにご質問を募集しまして、いくつかご質問いただいたんで、今日も質問にお答えする形でお送りしていきたいと思います。コーディネート、皆さんも悩むところではないでしょうか。よく同じ小物ばっかりこう使っちゃうとか、骨で眠らしちゃうとか、結構あるあるやと思うんですけど、今日はそれをズバッと解決して、皆さんにタンスの着物をいっぱい楽しんで着ていただけるように頑張りたいと思います。それでは始めます。でスタート。まず一つ目のご相談から。もともと洋服でもカラーコーデが苦手です。着物と帯、小物も同じ組み合わせばかりになってしまいます、というご相談です。もう一つ似た質問がありました。着物の帯揚げ、帯締めは同系色を選んじゃいます。帯揚げ、帯締めのコーディネートの仕方を知りたいです、というご質問いただきました。小物選びがマンネリ化しちゃうということです。これについては、帯揚げ、帯締めを同系色にするといいんです。すごいいい選び方されてると思うんですけど、フォーマル感がアップするんですよね。でなので、訪問着の着付けとかの時は、帯揚げ、帯締めは淡い色で同じ色で合わせた方がなんかきちんとして見えるっていう法則があります。なのでその選び方もとっても素敵だと思うんです。でただやっぱ同じのばっかり選んじゃいがちってなると、お手持ちの帯揚げ、帯締めが全て活かしきれないので、もったいないなっていう側面もあると思います。普段のコーディネートの場合はもう決まりはないんで、なんかちょっと光が欲しいなと思ったら帯留めキラキラするやつを選んでみるとか、なんかちょっと赤い色入れたいなと思ったら、リンダシの帯揚げってあるじゃないですか、赤がチュッチュッて絞りが入ってるような帯揚げ入れるとか、なんかそういう風に考えると楽しいかなって思います。着物ってなるとなんかルールがいっぱいあって難しいって感じるものやと思うんですけど、なんか何個か指標みたいなのがあるなと思ってて、それがまずは色を3色以上使わないってこと、あんまりごちゃごちゃ見せたくない場合は。で色を3色に抑えると今っぽくなります。で逆に色をいっぱい使うと大正ロマン的な感じになります。もう一つの指標としては、染めの着物には織りの帯を合わせるとすごくなんか、あ、通やなっていう印象を受けます。で今回も染めの小紋なので、帯は博多織りの織物にしてます。洋服でもなんか異素材ミックスとかってあるじゃないですか、全部黒なんやけどなんかレザーを合わせたり、なんかちょっとツヤっとしたスカート合わせたりとかして、異素材で黒をなんか合わせるみたいなのあると思うんですけど、着物もそういう風に異素材で合わせるのがかっこいいという風に思われてるんですよね。あと小物合わせの指標としては、もう困った時は帯と同系色にするのが一番馴染みやすいかなと思います。全然合わせてないんですけど今日は帯と帯揚げを同系色にすると帯幅が広く見えるんですよね。で帯幅が広く見えると、身長が高い方とかふくよかな方の場合はやっぱこの分量が増えることによって全体的なバランスが取れるっていうスタイルアップになります。なので幅出し効果って言ったりするんですけど、帯揚げと帯を同系色にするのはすごい有効です。で帯締めの選び方についてはまずは普通の帯締めにするのか三分紐にするのかっていうところで選択肢がありますよね。もう思いっきりカジュアルにしたいなとか、付け下げをカジュアルダウンしたいなっていう時は三分紐がめちゃくちゃおすすめです。遊び心が生まれます。で逆にきちんと感を出したいなっていう時は帯揚げ、帯締め色合いも合わせてっていうときちんと感が出るっていう感じで、ちょっとコーディネートも考えてみていただけると楽しいんじゃないかなと思います。であと一つ、帯締めでもしもお家にめっちゃカラフルな帯締めが眠ってたら、たまにね、色がもういっぱい入ってる帯締めがあるんですよ。うちにもありました。いただき物でそういう帯締めがあったこともあった。そういう帯締めは着物で同じ色が使われてる小紋をまず探してみてください。意外とあります。で同じ色が使われてる小紋とドンピシャで合うんですよ。そんなんあるかいなって思うかもしれんけど、ほんまにあるんですよ。
なので、あの古着屋さんとか行った時でもその帯締め握りしめて探しに、運命の一着を探しに行くのも楽しいし、お家宝探しみたいな感じで探してみられると思いもよらない組み合わせが発見できるかもしれません。帯締めに色がいっぱいあるからもうちょっと使いにくいしって諦めなくていいってことです。そうそうそう、そうやね。なんか眠りがちじゃない？めっちゃあるんですよ、うん、なぜかあるんですよ、2、3本ぐらい。あるで今話聞いてたら、うん、意外とその中に入ってる色の着物あるなって思って、うん、もう絶対使って、ちょっと着てみます。ぜひぜひ。そうやね、ほんまにな、意外とあんねん、みんなで可愛いからみんなさ、え、めっちゃ可愛いってそこに目が行ってくれるからおしゃれポイントになると思います。もう余すことなく使いましょう、お家にある全てを。なんかさ、この襟がちょっと開いて見えるじゃないですか。前から結構言われることあって、最近なんかあの襟合わせ変わりましたかとか言って街行く方に言っていただくことあるんですけど、これね結構詰めてるんですよ。今ちょっとカメラをこうやって上からでこうやって撮っていただいてるんですね。あの顔をなんかいい感じにしようとあがいて撮っていただいてるからこうやって見えるんですよ、上から。あの実物は喉のクロスポイントよりもちょっと上ぐらいでクロスしてるんですけど、ここくぼみですよね。そう、喉のくぼみここなんですよなんやけどめっちゃ開いて見えません？本当はこんな開けてないんですよっていうのはちょっと今回伝えておきたくてでも開いて見えますよね。さっきもちょっと見たんですけどめっちゃ開いてて、お会いしたらそんなことないですので実は気にしてた気にしてる開けてないのになとか思いながら、できっと視聴者さんの方もそんな開けてていいんかなっていう気持ちとか、なんかこれがちゃんとした着付けなんて、着付け講師なんでっていうのがもしかしたら思ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思ったんで、基本的な着付けは喉のクロスポイントで交差して90度みたいなのがあるんですけど、先生は不服かもしれないんですけど、うん、私から見たら先生首がちょっと長いから、あ、なんか余計にそう見えるんかなって個人的に、私個人的には思うんですよね。そっか、そ、第三者のとして、うんうんうん、たまにあの写真撮ってもらってなんか顔切ろうみたいな話になるんですよ。あの着物に注目してほしいからインスタの写真でね、でここでトリミング、写真をこうやって加工してこうやってピーって切ってもらうんですけど、そしたらもう首が長すぎて、ちょっとこれ消そうって言ってほんまにやばいやつあるような、66やばいですねそう、首が長いんですよ。 YouTube とかインスタとか、うん、その頑張ってるからこその悩みですよね。なんか写真の写り方はほんまに難しいなと思って、ちょっと角度がこうなるだけですごい開いて見えるから、日々研究ですね。研究です。でかといってその動画撮影の日にめっちゃ詰めて、で上から撮った時にちょうどいいようにあったとして もう苦しんで、でファンデーションも多分めっちゃつくし、体には良くないと思うので、やっぱり襟詰めるとやっぱファンデーション結構普通よりつきやすくなったりするんですか？めっちゃつく。しかもあの皮脂汚れとか汗とかもすごいつくから、だから開けてるっていうのもあるけど、でも開けてないんですよ。カジュアル着なんで別にどっちでもいいんですけど、抜いたっていいんですけど、そういう感じです。ちょっと本音、ちょっと質問なんですけど、うん、半襟問題というか、うん、すごい半襟のなんかコーディネートに悩むことが多くて、私的にはすごいシンプルなものの方が好きなんですけど、うん、なんかシンプルを追求するとやっぱ塩地の真っ白な半襟なんかな、うん、てんてんてんっていう悩みがあって、うん、ちょっと控えめなんやけど、うん、おしゃれというか粋に見せるような半襟ってあったりするんですか？あんまガラガラは好きじゃない、色とか柄とかは。普段着るんやったら、うん、ちょっと控えたいかなって感じです。じゃあおしゃれに見せたくてでもスッキリ見せたいってことやな。そうで、あわよくばちょっとしたオフィシャルのバーにもつけていけそうな、うん、なるほど。それやったら例えばあのここにさチュッチュッてちょっとだけなんかスワロついてる半襟とかあるやん、ワンポイントのやつにするとか、今私つけてる
襟なんですけど、これ素直オリジナルで作っていただいたんですよ。真っ白じゃなくって唐草が模様が入ってるんです。唐草柄は吉祥文様でおめでたい柄なので、結婚式とかのフォーマルでも使えるし、でも普段真っ白はちょっとなんか味気ないなっていう時にこの柄がちょっと入ってると顔もパッて明るくしてくれるし、気づく人は気づいてくれる。引きで見ると、うん、パッと見白っぽく見えるけど、やっぱ近くで見えるとこう柄が見えるっていうのがいいですね。なかなかなくない？このちょっとツヤっとした感じの白ってあんまりなくって、もうどっちかというと柄がいっぱい入って持ってるとかが多いんやけど、こんぐらいの絶妙さ、そのフォーマルでも使えるのがいいなと思って作ってます。普通になんか美術館とかちょっとしたディナーとか行くのも全然 OK なんですか？全然 OK。 おお、紬とかでも OK。 え、そうなんですか？うんうん、白やし紬にも使えるし、訪問着にも使えるんですか？そう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 。で、1個あったらめっちゃ便利じゃないですか？あの白を最初に持っといて、こういうさ、なんか何でも使える白を持っといて、その後になんか柄とかいろいろ持ってたらいいで、柄も半襟もさあるけどさ、結局なんかいつも白してるやん。確かに好みもあると思うけど、うん、でもやっぱり白は清潔感もあるし、着物もパッて映えるから、白がシュッて映えることによって着物も引き立つしっていうので、白襟はやっぱなんか一番万能かなって。今はその白とかシンプルなものが好きだけど、まあ、1個持っといて、うん、あと数年したらもしかしたら柄物が好きになってそれ買うかもしれないし、うん、着物の入り口としてぴったりって感じがしました。嬉しい言わされてない最後の質問です。舞台を見に行く時のコーディネートを教えてくださいということです。どんな舞台かにもよると思うんですけど、セレモニー的な華やかな舞台だったりとか、何か関係者として行く時とか、記念の舞台公演みたいなのもあると思うんですけど、そういったお祝い事感が強い舞台やったら訪問着がやっぱり一番華やかかなと思います。訪問着はちょっと綺麗めなワンピース感覚なんですよね。舞台見に行く時とかって綺麗めなワンピースみんな着る雰囲気やと思うんで、それに合わせて着物も訪問着で、そういう時はもうすっごい派手な色を着ても素敵だし、柄もすごい大胆な柄とかもいいと思います。冠婚葬祭に着れないような派手な訪問着が一番いいと思う、個人的な意見ワクワクしません？よくあのターコイズブルーの訪問着があるけどいつ着るねんみたいなご相談とかいただくんですけど、もう舞台とかぴったりですよね。コンサートとかお楽しみで行く時、帯も結婚式とかに行くんやったら豪華な金銀の帯っていう相場が決まってると思うんですけど、舞台やったら例えばもうギラギラのね帯で、もういつ締めるねみたいな帯を使ってもいいだろうし、でもそういう派手な訪問着をちょっとカジュアルダウンしておとなしめのクールな帯締めて、で三部紐で遊ぶとか、あんま普段しないようなコーディネートもすごく映えると思います。で、三部紐がやっぱりそのカジュアルダウンする上でめちゃくちゃ使えるアイテムです。普通の三部紐はカジュアルすぎてドレスにスニーカー合わせてるみたいな、ちょっと奇抜なコーディネートな感じがするんですよ。なので三部紐でも銀通しって言ってキラキラが入ってる三部紐を選んだり、帯留めもカジュアルな帯留めではなくパールとかスワロフスキーとかサンゴとか宝石とか、そういう帯留めを合わせると訪問着とかともこう釣り合う、全体がまとまったコーディネートになります。舞台やとあの紬もかっこいいと思うんです。こちらが結城紬の紋付きです。縫い紋が入ってます。これ背中のとこです。色がすごいいい色で、秋口に着たいなっていうようなワインレッドの紬なんですけど、こちらは紋付きなのでちょっとシャレ袋帯がやっぱ一番合うかなということで出してみました。串織りの袋帯、刺繍で船が表現されています。可愛すぎる。これは職人さんに作っていただいたんです。こんな風にしてくださいっていう。で、昔呉服メーカーに勤めてた時にお世話になってた職人さんで、特別に作ってもらいました。で、色合いもちょっとグレーとかベージュとかをいっぱい色入れてもらってベタっとならへんようにしていただきました。キラッキラで重厚感があるんです。
この組み合わせに帯揚げ帯締めどういうのを合わせるかというと、こんな感じでスワロフスキーの3部紐キラキラが入ってるんでちょっとあのムードが合います。帯留めは祖母のものです。パールが入ってます。海のモチーフの帯なので海の貝殻から取れるパールということで合うかなと思って合わせました。でシルバー系のねこの銀糸とシルバーやし、でスワロフスキーも水しぶきのこうキラキラっと海のキラキラしたこの感じが出ていいかなと思って合わせてます。で帯揚げが今回はかっこいい感じにしたいなと思ったので帯揚げはこんな感じで焦げ茶からじゅわっとこうグラデーションが出る感じに合わせたいな。これも不思議なことに小物合わせる時期によっても変わるんですよね。で今がこれから秋に向かっていく時期なんでちょっと秋っぽいコーディネートになんか自然となっちゃうんですけど、これがまた夏に向かっていく時期やと、もっと爽やかな色にしたくなったりとか、あとあの夏っぽい何かモチーフ文様を入れたいなって思ったりとか、青海波とか波頭とか、 なんかそういう水のモチーフが入れたくなったりとかいろいろあります。絶対こうじゃなければならないっていうのではなくて、みんなでこう一緒に楽しみながらコーディネートを考えられるといいなと思って今日動画を撮ってみました。着物素直ショップでは素直オリジナルの帯揚げ帯締めセットとか、今日つけている半襟とかも、お求めいただくことができます。概要欄コメント欄から着物素直ショップ飛べますのでぜひチェックしてみてくださいね。というわけで今回はみんなの着物お悩み相談室コーディネートについてをお届けしました。皆さんの着物コーデに関するお悩みは解決しましたか？着物サークル素直の着物会では毎月質問回答インスタライブを行っています。サークルメンバーさんの質問を毎月毎月解決していくことで着物をもっともっと楽しんでいただこうというコミュニティです。質問回答だけでなく着物の勉強会、着付けレッスン、オンライン交流会なども行っています。オフ会もあります。今年の12月は名古屋でクリスマスオフ会をさせていただく予定になっております。ちょっとでも着物サークル素直の着物会にご興味を持ってくださったらぜひ仲間入りしてください。時間の関係で今日全てにお答えすることが難しかったので残りの質問はサークル内のライブ配信で回答します。皆さんの着物ライフがもっともっと輝きますように心から願っています。チャンネル登録、通知オンで応援よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントも日々励みになっております。ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバーイ。